おはようございます。昨日夜アルバイトに行きましてですね、その後この服でそのまま寝ちゃったんですよ。で、ご飯をいつも炊飯器で炊いとくんだけど、そんなこと忘れちゃったので、この前薬局でね、薬局っていうかドラッグストアか、ドラッグストアの特売日に買ったたっぷりカルボナーラ 285g があるので、これでも作って食べましょう。やっぱ自炊がめんどくさい時はこういうなんかさ、インスタント食品っていうの便利ですよね。しかも意外とコスパいいんですよ、なかなかさ、これベーコン入りとか書いてるけどさ、一人でさご飯のためにベーコンとか買っちゃうと結構のお値段するんでね。まあいろいろなんかさ、添加物とかもいっぱい入ってるけど、まあ気にしないで食べていこう。じゃあ作ります。レンジでチンして食うぞみたいな気分だったけど、これよく考えたらっていうか、よく考えなくてもこれただのパスタソースなので、パスタの麺は自分で作って茹でなきゃでした。はい、麺茹でまーす。はい、お湯沸かしまーす。なんかね、鍋の蓋がね、どっか行っちゃったんですよね。この前ね、天ぷらした後ちゃんと掃除してないので、コンロがめっちゃ汚いです。あ、鍋の蓋ありました。あれ、たまんない、ここにいいのか。はい、今日使う麺はこれですね。もうこれ袋開いてるんだけど、ファリーナエスペルタっていう麺ですね。あ、今これ英語読んでませんからね。カタカナ読んだんですよ、英語読めない英語読めないって言ってますけど、実はカタカナもね、読むの苦手だったりします。大学でね、私英語と中国語勉強してますけど、やっぱさ、中国語とかさ、漢字の読み方って一つしかないんですってね。この漢字はもうこれって読み方が決まってるわけですよ。日本の子なんかさ、日本ひらがなカタカナ漢字があってさ、漢字の読み方っていくつあるんですかっていうさ、なんていうのその一つの漢字に対してさ、読み方いくつあるんですかみたいな、そんな感じじゃないですか。だからさ、めちゃめちゃあれですよね、大変ですよね、日本語勉強する人はね。さっきまで寝ぼけてたんですけど、なんかちょっと頭がだんだんね、動いてきたので、なんか急に変なことを喋り出したりするかもしれません。はい、ちょっとね、寝ぼけていればなんかそこそこしとやかな人間みたいな感じなのに、こうちょっと脳みそが動き出すと、なんかこういらんことばっかり喋るですね、もう残念な人になってしまうと、そういう悲しいあれです。早くお湯沸かないかな、お鍋がおかしいんですかね。まあいいや。あ、てかこれあれやん、昨日着てた服だから、昨日の夜から着てた服だから、今日もこれでいっか。まあいっか。でも私寝るときね、結構汗かくんですよね。だから朝起きたら自分めっちゃ汗臭いみたいなことあります。今日はエアコンつけないで寝たんでね。最近ね、エアコンつけないで窓は開けっぱって網戸ですよ、網戸にして、こう家の中をね、普通にこう外気が、通るようにして、寝ています。そうすると、まあ、ギリギリ寝られるぐらいの温度になったんですけど、夜はちょっと気温冷えるんで、沖縄は。だけども、湿度が高いんでね、やっぱ気持ち悪いですね。なんかもうずっとプールの中にいるみたいな、それはちょっと盛りすぎだけども、そんな感じですよ。お湯できる間はね、無駄話ですから、スパゲッティのね、カルボナーラが見たい人は、ちょっと飛ばしていただきたいと思います。なんか、他に聞きたい話はありますか？日本学術会議について、やめときましょう、じゃあね、そろそろ沸騰しそうな感じになってきたので、お塩を入れます。あ、なんか塩がやっぱね、水分を含んじゃうんですよね。よいしょ。あ、ちなみにまだちゃんと片付けないとと思って片付けてないんですけど、見てください、これ砂糖がカビました。カビですよね、これ。こんなに変色して、これカビじゃないのかな。でもね、超絶変な匂いがして、ちょっとあんまり吸わない方がいいかもしれないですけど、ほら、カビですよね、カビ。もう最悪ですよ、本当に。なんなん。はい、そしたら麺を入れます。さっき麺どこやったっけ、あれ。あ、これね、イタリアの、麺です。これ本当にイタリアで作ってんのかな。原産国名イタリアで輸入 してやつだ。これイタリア麺じゃん。イタリア産ですよ、イタリア産。いいっすね、お、すごいやん。なんかね、本場の味とか言ってるのにさ、全然本場じゃないで工場で作ってんじゃんみたいなのありますからね、
こんぐらいでいいかな。あ、菜箸が1本しかない。なんでだろう。まあいいか、とりあえず1本で元食べるか。おお、沸騰した沸騰した。弱火にしないとか。あ、消えちゃった。よし、OK。なんかこのコンロね、ちょっと弱火にするのが難しいんですよね。弱火にすると消えちゃうみたいなね。しょうがないですね。普段はね、結構ね、朝ごはん作りながらね、ラジオ聞いたりしてるんですよね。なんか適当に済ますつもりが、結局なんかスパゲティの麺なんか茹でちゃってさ、この麺何本茹でるんだって、よく見てなかったな。こんなことしてたらさ、なんだかんだで普段より時間かかっちゃってる感じなんですけど、まあ、いつもはさ、ご飯があらかじめ炊いてあって、それになんかこう適当にね、なんかこう玉ねぎとか焼いてさ、乗っけるだけだから、作るの15分、食べるの15分ぐらいかな。そんな感じでさ、30分の番組を朝聞くみたいな、そんな感じなんですよね。うん、なんか皆さんのおすすめのラジオ番組とかあったら教えてください。よし、じゃあこんな感じでいいかな。でもなんかもうちょっと茹でた方がいいな。何分とかちゃんと書いてないんだよな。読んでないだけかな。あ、熱い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 。あ、買ったこんなん食えるかい。まだまだだった。あ、なんか硬い小麦粉食べちゃったみたい。8から9分ぐらいで、だってなんだ。じゃあもっとですね、待ってましょう。よし、じゃあ時間が経ったので良いでしょう。あれ、菜箸が、また菜箸どっか行っちゃった。もう部屋がさ、部屋っていうか台所が汚いから物がすぐどっか行く、あった。はい、ではこれはね、ザルに取ればいいのかな。あっち、こんなことしなくていいのか。これどうやって使うんだろう。てか、そう、はい、ちょっと待って、これもさ、お湯の中で5分間から7分間沸騰させてお召し上がりください。だって、あ、これレンジでチンかお湯であれするかなんだ。レンジはめんどくさい。なんか容器に移してラップしなきゃいけないそうなので、これ一緒に入れましょう、ね、これ汚いけど大丈夫かな。なんかね、薬局の店員さんの手とかさ、まあ、ワイとかがさ、なんかめっちゃなんかいろんな人が触ってそうだから、洗ってやりましょうね。あ、てか別に沸騰するから別に雑菌ついててもいいのか。よし、オッケー。あ、もうめっちゃなんか不衛生そうですけど、まあこれでなんかちょっと温めましょう。もうさすがに大丈夫ですかね。うん、おいしい、オッケー。じゃあこれを、熱い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 、麺を取ります。あっち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 。なんか思ったより麺いっぱいだったかもしれません。おいしょ。えい、もうこれだけでお皿からあふれんばかりの、これで2、3人前はあるでしょうね。いや、これが2、3人前だから、それに合わせて作ろうと思って。これかけるだけってことですよね、多分ね。ちょ、気になってるんですけど、ベーコンと卵入りって書いてあるけど、卵ってまさかこんなまん丸の卵入ってるわけじゃないですよね。どういうことなんでしょう。じゃあ、見ましょう。あ、あ、めっちゃカルボナーラの香り、いい、めっちゃ美味しい。美味しいっていうか、わかんないけどさ、そんなの。じゃあね、ここにかけます。あ、おお、めっちゃ美味しそう。あ、すごいすごい。え、良くないですか。やっぱこぼれそうだけどさ。え、めっちゃ、もうめっちゃ美味しそう。ベーコン思ったより小さいけど、まあまあまあ。こういうのなんかさ、ケチだからさ、最後のなんか一滴までさ絞り取ってやろうっていう、そういう魂胆なんですよね。はい、じゃあね、カルボナーラいただきまーす。あ、おいしそう。赤い。うん、めっちゃおいしい。おいしいね、甘いっていうかさ、カルボナーラの味。熱い熱い。
ちょっと置いとけば冷めるかなと思って放置してたんですけど、その間に着替えました。暑い、全然冷める気がいないですね。もう別にいいな。噛まないで飲んじゃった。暑いから美味しいわけですもんね。このね、麺に絡まるソースはいいですね。温めてかけるだけっていうね、最高じゃないですか。だけど麺を茹でるのに要する時間とかを考えると、そんなになんか特別楽ちんでもないので、自分でちゃんとご飯作ってもらいたいな。最近早起きするように心がけてて、8時には起きてます。熱い。いや、美味しいんだけど、なんか特段なんか言うこともない、普通ですね。でも想像よりは美味しかった。なんでなんかそんなに驚きの味ってことでもないし、ね、忙しい時用に買っておく価値はあると思いました。はい、じゃあね、今日はこんな感じです。いや、こんなふざけたよくわからんご飯じゃなくて、沖縄名物でね、ご飯を作るみたいなことやってますから、ぜひね、チャンネル登録お願いします。星ねチャンネル見てくれてありがとう。